りなの。 OK。 でもしもしある日ね、ごめんなさい、ノープロメン、例えばこのヨガスタジオに入ってここにこう寝てる人を見て、でどうしてここに寝てるのか、大丈夫かどうか、分かんないんですね。で、で一番目の人は、悩んでるしてるの、どうしてかいいか分かんないから、もしかしたら10分15分ここに立っているので何にも動かなかったので、なんかどうしたらいいか、結果に make a drama of that。 Oh, you're worried。 worried だから自分で考えているのだからどういうの、どういうの、You gonna say something? Are you okay? Are you breathing? だからこういうふうにね、どうしたらいいかな、わかんないの で自分にこう自信を持ってないから、あの、じゃあ、no、やめちゃおう、no、だから何にもなれないから、もしかしたらこっちの人に、どうしたらいいの、どうしたらいいですか。うちの人は少しなんかこういうファーストエイドのことをしてるから、私ちょうどファーストエイドの講座を取ったから、だから息吸ってるかどうか、まず呼びかけます、大丈夫ですか。返事がありません。ちょっと起きて、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 起きてください。生きてる、生きてる、絶対、呼吸はしてるよね、してる、はい、で起きて、起きてて、起きてください、起きてください。でも、まだ起きてこなかったでしょう。で、どうしたらいいか分からないから、番組の人に行って、でその一応本を読んで、どうしたらいいのかと、そう、それを読んで、なんか、起きて、起きてとやったでしょ、でも、怒らなかったでしょ、で、3番目の人は、それを見て、あ、そうしたそれだけだったら、起きてこないって言って、もう少し力を入れて、起きて、起きてって、少しの力を入れて、起きて起きて、あ起きて起きて起きて、で、あんまりしたらなんか、もしかしたら骨があれで、少し、もう少し強く、もっと起きて起きて、でも何にもならなかったでしょう。で、OK、 私は4番目の人で、で、4番目の人は一応この人をしてるの、で、どうしてここに寝てるのか分かってるの、で、自分もそういう状態をこうもう体験したから、どうしたらいいかもう分かってるのですね、で、だからその人が、その名前を呼ぶの、ニッティア、起きて、起きて、まあみんなが待ってるよ、今日講座の日で、お兄ちゃんが起きないと何言ってるの、始まらないから起きなさいって言われね、起きてしまったオッケー。で、まあこのドラマはマントラの力の話です。で、マントラっていうのは瞑想に使う特別な言葉ですね。で、マントラは一応言葉です。波動があるので、力があるので、意味があるので、でもう一つはその人とこう直接なんかつながりがあるので、
その人だけじゃなくて、その人と宇宙とのこうつながりをできる力を持っているんですね。だから一応言葉ですけど、最初の人は、ね、ニッチャを起こすそういう正しい言葉が知らなかった。だから「Hello, wake up」なんかあんまりこう力が入れなかったので、どうしたらいいか、こうそういう何もこう通じなかったんですね。一応声かけたけど、なんか力入れたけど、その人の意識にこう入らなかった。で2番目の人は一応その本を読んで、本の中で正しい言葉はなった。起きて、起きて、でそれをこう使ったけど、それもあんまりこう力がなかったので、なんていうの、パーソナルなこうつながりがなかったから、起きて起きてって言ってもまだその人の意識にこう、なんていうの、バイブレーションが響かなかったのですね。で3番目の人は一応それも正しい言葉を使ったけど、もう少し力入れたけど、まだそういうパーソナルなコネクションがなかったから、それは通じなかったの で、4番目の人はやっぱり起きてっていう同じ言葉使ったのね。でもそれはその人のパーソナルなこうつながりを使って、例えば名前にニッティア起きて、またその人と宇宙の中のこうなんかつながりだから責任があるっていうのかな、起きてみんなが待ってるから起きて起きなさいってすごいこう力入れて、だからこの人も分かってたの、どうしてここに寝てるので、どういうふうに起こすのかと、そういうもう自分も分かってたから、そのすごい心配ないで、こうすごい力入れて、そのこの言葉、正しい言葉のパーソナルなコネクションとその力で